ノルマンディ上陸作戦で敵襲に備える高速魚雷艇高速魚雷艇とはイギリスで開発された魚雷艇の一種。同国海軍のほかアメリカ海軍、カナダ海軍、ノルウェー海軍で使用された。また、アメリカ海軍の PT ボートも高速魚雷艇の系譜に属している。水雷兵器の発達とともに、これを主兵装とする戦闘艇として登場したのが、 水雷艇であった。しかし水雷艇を大型化した駆逐艦が登場すると、水雷艇のニッチはこちらに奪われていき、残った水雷艇も沿岸用の小型駆逐艦としての性格が強くなっていった。その後埋めるように、小型で高速、軽快なモーターボートを水雷襲撃に使用する構想が生じた。宣弁をつけたイギリス海軍では1916年には、 CMB を実用化したほか、第一次世界大戦中には、各国で同様の戦闘艇が開発、配備された。これらの高速戦闘艇について、日本語圏では、蒸気船である水雷艇特別して、魚雷艇と称される。戦艦機にも各国は、魚雷艇の開発を継続していたのに対し、CMB で戦弁をつけたイギリスは、大戦後しばらくは、 魚雷艇から遠ざかっていた。しかし1935年の第二次、エチオピア戦争を契機に、イタリア海軍と対峙するようになると、同海軍のマス艇への対抗上から、再び魚雷艇の整備に着手した。これによって建造されたのが高速魚雷艇であった。1935年にブリティッシュパワーボート車が18メートル型艇を、イギリス海軍に提案して採用され、 1937年以降、大量に建造された。BB、b p b 車の18メートル型艇は、当初6隻が発注され、その後量産に移行している。第2次世界大戦の勃発以降は、ボスパー・ソーニクロフト車や、フェアマイル車なども建造に参入し、艇自体も21メートル型や35メートル型などへ、大型化していったほか、軌道方艇の機能も統合し、 砲兵装の重武装化も進んでいった。ドイツの S ボートとの交戦の戦訓なども取り入れられている。1930年代の中華民国海軍もイギリスの MTB 系の高速魚雷艇の有効性に着目し、ソーニクルフト社製の魚雷艇 CMB を導入して、超高流域や中国南弁岸海域などで使用した。日中戦争中、CMB の一部は、 上海の広報で日本海軍の第三艦隊機関出雲にいずに来撃を試みている。また、中華民国の海艦当局も税艦艦指定として BPB 射制魚雷艇を非武装使用で導入しており、超高流域や中国南部沿岸などで密輸監視、取締り活動に使用した。中国南部沿岸海域では大型の監視船、複製に 高速監視艇を搭載して、広域的に取り締まり活動を行うといった取り組みも行われている。ありがとうございます。